末期から江戸時代初期にかけての社会風潮。特に慶長から寛永年間にかけて江戸や京都などの都市部で流行した。異風を好み、派手な見なりをして常識を逸脱した行動に走る者たちのこと。茶道や和歌などを好む者を好き者と呼ぶが、好き者よりさらに好きに傾いた者という意味である。当時男性の着物は、朝木や紺など非常に地味な色合いが普通だった。 しかし、歌舞伎者は色鮮やかな女物の着物をマントのように羽織ったり、袴に動物側を、次は、うなど常識を無視して、非常に派手な服装を好んだ。他にもビロードの襟や、縦紙や、大ひげ、大ぬか、ン切り、茶筅紙、大きな刀や、脇差し、手座や、大ば、大ギセールなどの異様、異様な風体が、歌舞伎たる様として流行した。 多くは徒党を組んで行動し、飲食代を踏み倒したり因縁を吹っかけて、金品を奪ったり、家屋の障子をあり金品を強奪するなどの乱暴、老石をしばしば働いた。自分の武勇を公言することも多く、それがもとで喧嘩や人情沙汰になることもあった。辻斬り、辻相撲、辻踊りなど往来での無法、逸脱行為も好んで行い、主導や喫煙の風俗とも密接に関わっていた。 こうした身なりや行動は、世間の常識や権力、秩序への反発、反骨の表現としての意味合いがあった。彼らは、仲間同士の結束と真偽を重んじ、命を惜しまない気概と生き方の美学を持っていた。1612年に捕獲、斬首された歌舞伎者の巨界大鳥伊津兵衛は、厳しい拷問を受けながらも仲間の名は最後まで吐かず、代わりに、全国の大名の名を書き出してみせた。 彼はまた、刀の中後に25まで行き過ぎたりや一米都市を恐れぬ心意気を刻んでいた。歌舞伎者になるのは若党、中間、小物といった武家奉公人が多かった。彼らは武士身分ではなく武家に雇われて、やり持ち、草利取りなどの雑用をこなす者たちで、その生活は貧しく不安定だった。彼らの多くは合戦の際には、 足軽や人足として働きつつ、気を見て略奪行為に励み、自由で暴力的な生活を謳歌していたが、戦乱の時代が終わるとともに、その居場所を狭められていった。そうした時代の移り変わりがもたらす閉塞感が、彼らを反社会的で、刹那的な生き方に借り立てたという側面があった。歌舞伎者たちは、一方で乱暴、老石を働く無妨者として嫌われつつ、 一方ではその男立てない生き方が共感と称賛を得てもいた。武家奉公人だけでなく、町人や武士である旗本や御家人が歌舞伎者になることもあった。官営期頃から江戸に現れる旗本やつ、町役子といった部来集団も歌舞伎者の一類系と見られる。また、1603年に出雲の奥にが歌舞伎者の風俗を取り入れた歌舞伎踊りを始めると、 たちまち全国的な流行となり、後の歌舞伎の原型となった。歌舞伎ものの文化は、慶長期にその最盛期を見るも、同時にその頃から、幕府や諸藩の取り締まりが厳しくなっていき、やがて姿を消していくが、その行動様式は、教格と呼ばれたブライカンたちに、その美意識は、歌舞伎という芸能の中に受け継がれていく。ありがとうございます。